のささんこんんんここにににちちはは令和5年の3月2日に収録を行っています今回のテーマですが、拉致で家族が新提案というお話をお願いいたします、はい、あの正直、拉致問題を動画のテーマにすると、見てくださる方が実は少ないという、本当に深刻な問題があるんですけど、今日だけはどうしても見て一緒に。 見ててていいいただだ一緒に考えてください、えー、まずはきのです、昨日の夕方4時半から、自由民主党の本部で、これ、比較的広い部屋ですが、そこで、これ、やっぱり久しぶりなんですけど、自由民主党の中の拉致問題対策本部が開かれました。うん、本部長は、孫る会の役員でもある山谷栄子さんです。はい、で、この裏を見ますと、このまず家族会ですね。 家族会から来てくれたのが横田拓也さんご存知の方多いと思いますけれども,も本当のナイスガイですけど横田めぐみさんの実の弟さんしかも弟さん双子でいらっしゃるんですが、はい、そのお兄様の方、えー、この、うん、家族会の代表なんですよね今でご存知だと思うんですがもともと家族会の、うん、最初の代表は横田めぐみさんのお父様の横田しげるさんでありました。 家塚茂雄ささんっていう方が代表を引き受けてくださったこの田口八子さんの実のお兄さんでいらっしゃる飯塚茂雄さんが2代目の代表になられて、はい、その茂雄さんも亡くなってしまってそしてこの事務局長のこの飯塚光一郎さんは田口八子さんは拉致された後に北朝鮮で日本に、えー 残ってしまってるその子供のことをすごく心配されてたっていうのは脱北者などの証言でもはっきりしてるわけですけどそのちっちゃかったお子さんが今このそれとこのずっと支援してきた救う会の西岡さん僕の信頼するお一人の西岡さん荒木さん西岡さん僕は本当に敬愛し信頼してます。荒木さんの方は あの特定失踪者の支援をずっと、もちろんこちらの支援もなさってるんですよ、うん、まあ、多少違うやり方だけれども、僕は両方とも本当に信頼しています、はい、こういう方々が来てくださって、そしてこの3人で説明してくださったのがです、ね、2月の26日に行われた家族会救う会の会合で、新たな運動方針が決まった。はい、でその時にその、うん 独裁者のキムジョン国務委員長にあててこういうメッセージも出しておられるんですがちょっとここを見ていただくとこの「目指しますがと」と、ね、この「が」が大事ですとつまり今までやってきた運動に加えて新しい方針があるんですとでその新しい方針というのはここですね親の世代の家族は存命のうちに、まあ、これ政府認定の拉致被害者の 親の世代ってなったらもう本当に限られてきちゃって横田早紀江さんとかそれと有本恵子さん僕と神戸で同じ幼稚園だった有本まあ恵子ちゃんってやっぱり呼びたいけどそのお父さんの昭弘さん独立講演会神戸でやる時には必ず来てくださいますそして前半あの話聞かれてトイレ休憩の時に僕の控え室で来られてゆっくり話していかれる。実はね昨日のこのこ 対策本部でもそれあえて言ったんだけど、うん、要するに2ヶ月に1度お会いするでしう。その度にやっぱ足が弱くなっていかれるんですよ、うん、です気力は素晴らしいんだけどだからここの親の世代の家族は存命のうちにっていうのはものすごく切実な切迫したことで、うん、全ての拉致被害者の一括帰国ね特定の人じゃなくて全員の一括帰国が実現するなら北朝鮮がこれを実現するならば 日本が人道支援を行うこととに反対しないとこれは新しい方針なんですよ。家族からずっと圧力をかけてくださいってことは中心でありましたからそしてこの人道支援と非常に鍵になるのは、まあ、この中にもちゃんとあるんですけども要するに人道支援であったらですね国連の制裁決議の違反にならない。で現実に北朝鮮はこれはもう世界で広く報道されていることでこれ根拠はやっぱり 国連の機関が根拠になってるので、うん、国連の専門機関の見方が何かというとです飢、ね、えが進行してる飢餓が進行してて、まあ、食料なんて言ったらそうだけどそんな名前さしいもんじゃなくて例えば今ここにいる僕らがこれからご飯食べられなくなって、ね、それからきれいな水も飲めなくなってだんだん痩せていってお腹空すいたお腹空すいたもう最後それ分かんなくなって飢え死にすると日本では全く考えられない時差もない日本で考えられないことが北朝鮮でまた進行してて。 そして今までだったら冬が終われば少しましになっていくはずがいやこの3月につまり水ぬるむ3月に一番ひどくなるんじゃないかということは言われててその中で独裁者と同じようにこうすごく健康そうなあのお嬢さんを連れて現れるということにまああのこれはあくまでインテリジェンスの世界ですけど北朝鮮であっても見えざる不満は非常に強まって,る何を言ってるかといる。 独裁者も実は追い詰められてる。ね、で頼みの中国プラスロシアで特に中国の裏支援がずっと北朝鮮の独裁体制を支えてきたんだけどしかしこの武漢熱の影響もあるしそれからロシアもウクライナ戦争で手一杯だし中国もそのかつてのような北朝鮮への全面支援ではなくなってるっていう事情があるから。 これあの家族会救う会のこの問題提起あるいは提案というのは非常に正しい提案であって本音としてはこの日本からしか期待できないでそれもあの国連の制裁に違反しない範囲内でこの必要な食料であったりあるいは場合によっては水も含めてそれからもちろん本当は医薬品これ一つには その北朝鮮の球場の中に私たちの同胞もいらっしゃるわけですから田口綾子さんであれ有本恵子さんであれ横田めぐみさんであれみんなその中にいるわけなんでそれも考えるとこの時期にその人道支援を行うという提案をするっていうのはものすごく正しいよねそれでその対策本部でその説明をなさってこれ残念ながら出席してた議員は少ない。 でこれはね、一概に避難していいかというのは別問題で、なぜかというと、まあ、通常国会開会中なんで、うん、その水曜日の午後、この16時半って、委員会も立ってるし、うん、予算審議やってるからあの、そういう意味では予算に集中してる面はあっても、でも実は、あ理事同士の話し合いとかですね、たくさんあるんで、はい、こ来ないから行けないというふうにはすぐには言えないけど、まあ、 結果として少ないその中でまず江藤清史郎さんがこの唇を切られてこうやってその家族会救う会が新しい方針出した時に国会が黙って反応しないっていうのはよくないと、うん、それで江藤清史郎さんと負傷私は朝鮮半島に対する考え方ははっきり違いますそれはもう江藤さんにもはっきりあの何度も申し上げてるんで全然問題ないんだけどあの僕はその後手を挙げてあの 江藤誠志郎さんがおっしゃった国会も動くべきだというのは賛成です、で江藤さんはあの決議をすべきだと、新しい決議を超党派でやるべきだと、で決議の内容は一切振られなかった、うんで、私があえて申し上げたのは、その超党派でやらなきゃいけないので、またあたくさんの高い壁を越えなきゃいけないことになると、でもですね、この,この内容で全くいいではないですかと。 親の世代が存命のうちに全被害者の一括帰国を実現するなら北朝鮮がそしたら人道支援を行うことに国会としても反対しないというだけで僕はいいと思うんですよ。それで、えー、これは国会の話なんで、えー、政府側からもこれだけ外務省を中心に出席されてるけど本当はこれは行政府の話だからまず立法府として。 山谷本部長にこれは自由民主党の集まりなんでちょっと動きになるように我々はもちろん連帯して頑張りますのでこれはお願いしますということを申し上げた、うん、そしたらねこの対策本部が終わった後に対策本部の席上この横田さんや西岡さんや飯塚さんがわざわざ頭下げて下さって我々の新方針に指示が出たのは本当にありがたいと。 謙虚におっっっしゃててくださって僕は本当に逆に申し訳なくてで江藤さんも私も話の冒頭にお詫びを申しし上げましたこの立法府の一員として拉致被害者の奪還帰国が実現してないことについて国会議員の一人として本当にお詫びしますとこういう対策本部出るだけでもつらいんですよね対策本部はもう解散しててもおかしくないわけだから本来は。 そ,れでその上でですねあの指示が得られたのは助かりますとおっしゃってくださったで対策本部終わりました、はい、それで、えー、僕は例によって階段から降りようとしたらですね一人の住民主党議員が寄ってこられて「さっきああいう発言された本当の意味は何ですか?」って聞かれたのね。でこの人人は時々僕にあの質問なさる人で あのそういう議員は何人かいらっしゃってこれもちろん大歓迎で,で僕はまだ議員としては経験なさい、えー、当選2回目の1期6年で終わるはずが、まあ、やむを得ず2期目やってるような立場ですけれどあの何でも聞いてもらった方がいいんでだからちょっと皆さんにとっては不思議な質問だっ思われるかもしれませんが僕はすぐお答えしたのはね本当の意味はですねこれから。 この横田さんも、それから飯塚さんも、西岡さんもみんな揃って官邸に行かれますそれはこの対策本部でちゃんと情報提供ありました、終わったら、これ、4時半から始まったんですけど、17時15分には出なきゃいけない、出てすぐ官邸行って、岸田総理と会うんですと、それがあるんで、総理に会うときに、会われるときに、自分たちの新方針を、 自由民主党の議員も複数支持してくれましたよとだから総理やってくださいねと言えますよねだからあの時にあの江藤さんが口火切られたのも正しいし不私がいや朝鮮半島に対しての姿勢が違っててもこの点は一致できての支持しますとこの新方針を支持しますということを言っておけばこの横田さん飯塚さん西岡さんが岸田総理と会われた時に 住民おっしゃれるのとおっしゃることはできない全然違うからそれは、はい、議員内閣制なんでお互いに影響を与え合うか,からそのために「さっき申し上げたんです」って言ったらその議員があそれでよく分かりましたとなるほどそういうふうにやるんですねって言われて僕ごときはこんな答えするのも僭越ですけれどもでもああやってまっすぐ聞いてくる人はやっぱりいいですよね。うん、で会談を、まあ、いつも通りあの 降りて、そしたらちょうど横田さささん、ん、ん飯塚西岡さんが車乗り込むところだった、はいで。思わず走っていって特にあの一番若い横田さんにこれから総理に会われるときに自分たちの人道支援場合によっては状況によっては認めるという新方針住民主党のこの本部で開かれた対策本部で複数の指示がありましたって総理に言ってくださいねそうするとこう深くうなずかれて車に乗られた。で 見送ったもうその直後にこれあえて申しますが岸田総理にお電話をしましまた、うん、でこういう夕方の17時20分ぐらいのこういう進む時間帯に電話することはやっぱり珍しいです僕にしてもですね安倍さんの頃からでもこれはもうしないといけないんで、あのー、ちょっと総理の応対とかそういう詳しいことはもう申しませんが総理への電話って岸田さんはそれを あの隠さなくても良いというあの立場でいらっしゃいますから今回申し上げますけれどこれからの,そのポイントは実はこれですと。はい、総理様々に具体化をお願でさまざまにの部分はちょっとこの後言いますけど要するに家族会と救う会が出された新提案を住民との対策本部って正式な場で この支持の声が上が上ったわけでですよねでその後この支援さっき言いました食料に加えて医薬品であったりそれからその武漢熱を最終的に克服していくための今どういう状況かもわからないそのためのものを含めたこのそして国連とどういう調整するかも含めた具体案をこれ総理のリーダーシップで作っていただくしかないでその意味でお電話を差し上げました。はい、で 総理はこのメディアが報道しているところでは家族会、救う会に対してお申し出をしっかり検討しますといつもの言い方にとどまったというふうになっているけど実際は僕、総理は積極的だということは私の責任で言えます。安倍総理が条件つけずに 北朝鮮の指導者ととおお会いするっっしゃってから菅総理も岸田総理もそれを受け継がれたけど実は全く日朝首脳会談は小泉総理と当時の金正日総書記との首脳会談以降実現してないわけですよねでも今回の新提案っていうのはやっぱそれにつながる可能性があって拉致事件の解決のためには今のように日本の外務省と北朝鮮の外交部がいくら交渉したって全くどうにもならないですそれはもう長年僕が言ってきたこと安倍さんにも言ったことであって。はい トップ同士やららななないいと話にならないです北朝鮮は特にもう典型的な独裁国家で独裁者の判断次第ですからだからそういう意味ではこの3月の食糧危機を乗り越えるきっかけをこちらから提起するっていうのはとても大事だと思います。でこれあえてさまざまにって書いたのはこれあのチョークでも何でもなくてですね予算委員会でその野党の辻元清美さんが 私への答弁ではさまざまって言葉を使うなと言われてですね、うん、で総理がその後こう口癖のようにさまざまにって自分でおっしゃりながらいやこれ言っちゃいけないんだったとあれはよくないですよ僕の個人ブログにも当然国民からの反応が来ててあんな情けない姿見たくなかったとこれはあの僕はさまざまっていう言い方しませんよ でもそれはその人の信念生き方の問題だって岸田総理は実際に多様なことがあるってことを本人はお考えになっておっしゃってるんだから当然、普通に辻元議員に対して私は様々にあり得ると選択肢が様々多様にあってその中は先入観や思い込みによらずに実際に様々な多様な選択肢を検討してやるべきだと言ってるんだから私は今後も様々にと言いますといいか減な気持ちで言ってるんじゃないと当然おっしゃるべきですよ、うん。そうですね だから岸田総理の人柄の良さがにいじみ出てるとも言えるし同時に今までタブーで言わなかったことをあえて言うと安倍総理が岸田様は気が弱いとこがあってって僕におっしゃってたそのことがちらっと顔を出したりするんで今後、うん、台湾有事を巡って習近平国家主席とあるいはウクライナの平和回復のためにプーチン大統領とそして拉致被害者の救出のために、えー 金正恩国民庁と話されるときに、あのご自分を貫いてご自分の個性で貫いてやられるべきだと思いますから、今日あえて問題提起として書きました。うんえー、じゃこれも本来言ってはいけないことですけど、これいずれ僕は総理に直接いずれっていうかそ,そんな先じゃないですよ。直接申し上げます。あの総理は自分の個性をむしろ、うん、信じられてご自分を 貫かれるべきだと思いますと。あの新聞上では、例えば産経新聞などに、あの記者総理はうまく交わしていると。いう趣旨の記事が出てるけど、それだけで。えー、例えば若い人が日本の祭りごとに、関心や信頼を置くかというと、ちょっと違うと思うんですよね。はい。はい、ありがとうございました。何でもどうぞ。えっと、今回その方針転換されたということで、まあ重要な。 あの手立てだと思うんですがそのこの密の部分だけだとやっぱり北朝鮮はまた日本をなめて、まあ嘘の、ね、情報提供をして、まあ、これで手を打とうみたいなこともし,しがちだと思うのでやっぱり力の部分軍事力の部分というのは欠かせないと思うんですがそれは日本の軍事力を示すのかもしくはアメリカに連携をしてもらうのかそういったとこれは今まで予算委員会でも何度も僕は質問してるんだけど 政府にに問問いいかけけけて安倍さんにも問いかけたんもただけど、ね、あの今の,その三浦市長の問いかけは例によって打ち合わせはしてないけどもとっても大事なことでまず三浦市長はあえてそれを言わなかったけど本当は食料が薬品を支援してもそれが人民に行き渡らない相変わらず独裁者の特権だけになってしまう恐れが十二分にあってしかも例えば一般的な国困った国に対して国連が手を差し伸べるときに。 でもそういう問題は起きるんだけどでもある程度検証したりするけど一切できないですよねだから援助しても結局その北朝鮮の普通の人々のためにならないっていうことは実際まず間違いなく起きるそれでも独裁者にとってあのまさかの反乱が起きないようにするためにも行くばっかは配れる余裕ができるというのは大きなことなんですよ。でもも同時にこれあの家族会スクー会も このその圧力をかけ続けなきゃいけないってこと何も放棄してないですからね、はい、だからそれはもう同時進行でやるべきであって、あのー、その時に僕は予算会でずっと質問したのは少なくとも自衛隊の救出部隊を明確に編成して特に陸上自衛隊が習志野で訓練もやってるわけだから台を越えてやって続けてるわけだからちゃんと編成部隊を 作ってその訓練を目に見えるように、うん、北朝鮮に入って農を越え山を越え川を渡り糧食、ね、が尽きてもそ,のそ,そこの蛇カエルトカゲを捕まえてあのきちんと害を取り除いた上でそで食料維持できるようにしてそれだけの継戦能力があるってことを演習でむ,すむしろ見せるべきだと、うん、でも安倍さんですらまともな答弁はなかったですよ。うん 何度聞いてもであのこれは国会審議って表の場だけじゃなくてあのまあ水面下で安倍さんとこの話も何度もしたわけだけど、うん、ちょっとまだそこは全部はまだ安倍さん殺されてても言える話ではないんだけどその果たしてそういうアピールが通用するだけの。 実力があるのかっていうねこれ安倍さんがとは言わないけどいうのもあるように僕には聞こえたね、うん、でもですねこれあの台湾有事が目ルマに迫ってきて、えー、例えば守る会の分科会でも自衛隊は実戦経験がないのでっていうね質問も国会議員の中から出るけど、うん、これはあのいい悪いじゃなくてその優れた軍隊ほど演習によって力をつけていくわけです実際に。あの ちゃんと試験に通る受験生だったら模擬試験やるたに力をついていてくのとと、まあ、本当は同じよようなことなこんですよあの話が揃れてるわけじゃなくてとにかく演習訓練練習っていうのはとにかく全てにとって大事なのこれは。軍隊みたいな組織で動けていくものはそうだからだからやらないでこれやっても北朝鮮にプレッシャーにならないんじゃないかというんじゃなくてやってやって最初は稚拙に見えても、まあ、北朝鮮っていうのは。 要するに1950年からしばらくの間実戦経験があるわけですそ古い話だけどでもかなり受け継いでると思わなきゃいけないで我が国は1945年に敗戦してから一度も実戦経験がないと、ね、本当は海上自衛隊の一部は総会をやってるわけだけど朝鮮戦争ででもそれにしても最初はだからえ,えこんな状態かって見えてもやってるうちに高まっていくことを見せること自体が 実は北朝鮮にとって必要なプレッシャーになると質問しましたし今でもそう考えてるし、うん、あの私だったらそうします、うん、それからあ自衛隊は某を守って何も発信しないけれど、うん、少なくとも私の知ってる自衛官はそうしって言って、まあ、自衛隊の一番下の階級は死っていうね侍って書く死ですけどそれから一番上の、うんうん、陸幕長やあるいはその上の統合幕僚長に至るまでみんなそう思ってると思う。うん あとはだから政治の責任ですよあのまさしく主権者の責任じゃなくて我々の責任なんであの三浦省の問いかけも踏まえて何よりも拉致被害者の今回の苦しみの果てに出てきた新方針を実行できるように、うん、さあここから先はもう本当に睡眠間の努力の話です、うん、はい。ありがとうございました、はい、では今回の内容は以上にしまして野草康サロンにいただいた感想をご紹介します、はい 帯に書いてある縁大な構想を読んで期待を膨らませ一読しました、はい、章ごとに時間と空間が行き交うのでストーリーを追うのに混乱しましたこれで作者が言いたいのは、えー、人はみなそれぞれの時間軸を持っているあなたはその縦軸と横軸の交差したところにいるんですよそれがあなた自身ですよそれを認識しなさい自覚しなさいと教えているように思います人はみんな懸命に生きています 読者に語りかける作者の心は、人にはもっと優しくなろうよと言っているのではないかと思い至りました。優しくなることは、自分のことは二の次にするということでしょう。親切になろう、偽善の中で生きるのではなく、真実に生きよう。苦悩する人にはそっと寄り添ってあげよう、そうすることで人々に生きる力を与えます。登場人物の心、作者の心、青山先生の心に思いやると涙がこみ上げてきました。 この寒い時期に心温まる思いをさせていただいたことに感謝申し上げますという感想をいただきました。ありがとうございます。素晴らしい感想で、もうあの胸いっぱいになるんで声が出ないような感じなんですけど、最初のねいろいろ交差しててっていうところで言うとね、うんはい、あのおっしゃってることあのなんか。 命,命令系からだったけどそんなこともちろん夢にも持ってない,い別にあの無理して謙虚に言ってんじゃなくてそんなんだったら小説書かないですよねあのこう。ご意見みたいなノンフィクションの一部で書くでしょうそうじゃなくて小説なぜしてるかっていうとですねあのまず科学的に過去に行くタイムマシンはほとんど作れないだろうと言われてるわけですただし僕これ意見反対なんだけどだって単純な話天体望遠鏡で見たら過去の光見るでしょ、はい だから過去に行ってるわけだよね。うん、もう星ない場合もあるわけだ。うん、だから過去だから絶対行けないとは限らない。未来は確実に行ける。光に近づくスピードで列車に乗ってて降りたら知ってる人はもう誰もいない。ね。未来に行ってるわけですよ。うん、でもですね、これは今の純,純科学的な話だけど、僕らの人生って、例えば今話しているのもそれからご飯食べたりそれから風呂入ってりなんかするのも含めて、過去と現在と未来と もう自由に行き来してるでしょ本当はそれから例えばこうやって三浦秘書と番組の収録で話してるだけでも三浦秘書の過去現在未来っていうものと僕の過去現在未来が実は交錯してるよね。そうでしょでそれを自覚的に意識するのが難しいからそれをこの登場人物それも普通の日本人ばっかりねごく普通の日本人まああのお家が。 大きいってのあるけど春子さんの家で行ったらお家が大きいどころか長屋暮らしでしょ、うん、でょそれを100年,渡100年を見渡して描き出すとおっしゃる通り、り私たちの人生って本当は科学では及びもつかないっていうかあっという間に過去にも行ってるし現在も行くし未来も展望しててこうやって良い意味でクラッシングしてるんだなと。 いいうのを感じてほし確かにあったんですよ、うん、だからあのタイトルはもう勝手に浮かんできたやっぱり昼間こうやって忙しくやってる時に「交差してますね」なんてんなかなか思わないので夜ふと「ぼや」っていう言葉があってですねえっと日本語の作家なので好きな言葉って山のようにあるんだけど一つ好きな言葉のうちの一つだよね「ぼや」って言葉あって、うん、ね これは、まあ、あの何てことない夜っていうことなんだけどこうやっぱり別にこうやってきちんと考えなくてもいいの,その例えばあのふとした瞬間このぼやいろんな人の交錯してる時間も交錯してる中で生きてるっていう瞬間必ずあるどなたにも、うんうん、それを切り取って。 見せるっこれあの音楽でこれやるとやってる人いるよいろいろ僕の好きな作曲家でもでもかなりそれ聞き分けるの大変美術もあるけど美術で書くとごめんねきっと怒られるけど結構嘘っぽくなるなかなか難しい美術で表現するのはねだから一番適してると思うわけ文学は。 で、音楽の美術も好きですけど、そういう意味では、野草交差路。夜の思いが交錯するっていうのは、交差するっていうのは。小説が一番だと思う。はい。はい。すごい。重要な解説を聞いた気分です。<laughs> はい、文学論を聞きました。はい、本当はね、文学の話を。少なくとも1、一、二本したいぐらいだけど。はい。はい、時間がありませんので。はい。<laughs> はい、えー。では、あ。 感想をです、ね、青山茂春オン・ザ・ロードのブログまでお寄せくださいお待ちしておりますではお待ちかねのチャンネル登録シリーズですはい、えー、パリから大西洋をお越えましてアメリカのおワシントン DC に久しぶりに降り立ちました、はいえー、そこで最初に行ったのはあディオイ、ねえー、エネルギー賞、うん、これはあの超うるさい 要するにあの写真撮ってもいいけど出すなと、うん、それで交渉した結果ですねこ名札とか全部僕の名札ですよお菓子が入ったりしてきて忙しくてまだブログにアップしてないで<ー> <laughs> ねでそういうところでちょっと言えることだけ言うとですねこのおエネルギー省の中でも核セキュリティを扱ってる一番とんがった、うん、それはもう機密性の高い ところの局長さんがこの人なんです。うん、ですね,ね。はい、えー、ヒンダスさん行って方なんですが、このまんまこれいいんですよ。これだって。あの公式ホームページの写真ですから。この人があのま現、あ、文英語だけどね。ええね青山さんって感じで初対面ですよ。あなたってね。民間長いでしょ。私も民間長かったのよ。だからなんとなくこう雰囲気わかるよね。みたいなこと言って。ああ、やっぱちゃんと調べてるなと同時に。 やっぱり民間出身で女性で,で周りにこの主要な部下がざーっと並んでんだけど左右にこれ柔らかく見事に統率しててやっぱすごいなと思ったんだよねでこの人がねあのお別れ際に握手しましょうと立ってこられて、はい、でこう握手したわけですとか言って、はい、そうあっ冷たっ俺が「何この人」いいし。し なんで <laughs> せめてエイリアンとかなんか言うてよ。兵士 <laughs> って手も冷たくなるの。そうですよ。それ大変やな。<laughs> はい。急に野草交差郎の言葉遣いになりました。こうあ冷たと思って見たらこれがあったんですよ。これ実はよくやるの。最後のお別れ握手してるときにいやあの隣の部屋にいろいろ置いたでしょ。はい、みたいなのが米軍もよくやるんだよ。あそうなんですか。うん でこうやってこうお土産を渡してくれるんだけどこれはあのここにこれも別に公開情報だから問題ないと思いますがナショナル・ニュクリア・セキュティ・アドミニストレーション要する、ね、にここですよねエネルギー省の中の,このとんがった部分でこれをこの、うん、ヒンダースタイン局長が「このコインあげるね」って言われたんで僕は「えこれコインじゃないよこれ,これメダルだよ」って言ったら。 いやこれコインよって、いや、これメダルだよってこんな大きいコインなかなかないでしょってなんとなくあの前の時にやった、ねはい、セーフティーバックスなのかサイフティーボックスなのかっていう論争を思い出してあもうやめようとはいコインいただきます <laughs> はいいただきました僕はこの全国区の議員でなかったらこれ皆さんに本当にねあの送るんですけど全国区はもう一切だめなんですって寂しいわはいあの えあそうそうそれあんだけどさその前にさ本当 <laughs> は下に物あげるの大好きなの知ってるよね、はい、もう何でもあげちゃってましたよね公演してたら必ず声あげてたんです <laughs> まあそのブルーリボンしてもらうっていう意味もあるけど <laughs>、はい、今できないんで寂しいんで、はい、このコインだいたのでまた変なこと言いますがコインだいたから、ね <laughs> ね、ヒンダースタイン局長チャンネル登録してくださいませんかなんか話がこうバラバラやな もの <laughs> をもらっといてチャンネル登録してくれって意味わかんないけどいよろしくお願いします皆さん、はい、チャンネル登録をお願いいたしますはい。えー、そして独立講演会のご案内です、はい、次回4月の22日神戸にて独立講演会開催されます、はい、こちらの申し込みの期間は3月13日から3月の31日までです、はい、ぜひお越しください待ってますはい。一番深い話をいたします はい。そして,そして青山茂春事務所を通じた自由民主党員の皆さんをお待ちしております、えーはい、動画の概要欄から URL ございますのでそちらからお申し込みください、はい、議員会館のこの青山茂春事務所を通じて自由民主党党員になっていただくと一切しがらみがなくあなたのあなた様の自由意志だけでなれることが一つとそして 来年9月の総裁選挙、つまり自由民主党の総裁ですから、総理を直接選ぶことにつながっていきますだからお待ちしてますはい、はい、今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございました。